ベトナムには海洋養殖の大きな可能性がある。特にクアン認証では地域の強みを生かし、観光業とのあつれきを避けつつ付加価値を生み出す持続可能な海洋養殖の推進が最優先課題となっている。しかし国全体としても水域の割り当て問題や環境への配慮など様々な課題に取り組む必要がある。これらの課題解決に向けて政府は強い決意を持ち、地域の特性に沿った適切な施策を展開していく必要がある。そうすることで年間数十億ドル規模の収益をもたらす可能性がある海洋養殖産業の発展が期待できるだろう。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いいたします。取り上げてほしいビジネス情報や時事がありましたらコメントにお書きください。では次の動画で会いましょう。ヘンガプライ。